ゲームをね受けたわけなんですけども、おかげさまで体がバキバキでございます。これを経験したら何が何でも勝とうと思いました。僕より先にもヨシキさん、イソさん撮影してるとかと思うんですけど、天敵必勝ということでポイントはひらがな組が先に先行したと思います。では抽選お願いします。おはようございます。はっ、あ、悪くないよ。バラエティが強いんだよな。ちょっとまあ狙い的にはインデックス狙いに行って、その次マクロスかな。おはようございます。お願いします。さあどうなんだろう、インデックス。よし、まあ、勝ち点を取りに行くにはちょうどいいだと思いますので、1日インデックスで久しぶりに頑張っていこうと思います。風振り風振りインデックス頑張っていこうと思います。まあ、100突で、まあ、当たればかなラッシュ入るプラス U タイムの正解数が浅いので、毎回来させていただいていく中でここのコース満席になるんですよ。いつも今 もう満席なんですけど、まあ、インデックスの旨味を出せる状態にはなってると思うので、それが光る実践になればと思います。皆さんも一緒に、インデックス懐かしみながら楽しんでほしいと思います。インデックスが調子よかったら負けません。普通は負けません。普通は。はい、では久々のインデックスなんですけども、スペック319分の1の ST タイプ100となります。継続率 79%、まあ、約 80% です。右 70% で10ラウンドと出玉感もちゃんとあると。で、注目演出がヨハネのペン、レールガン予告と、イマジンブレーカーデバイス。今回カスタム何個もあるんですけど、僕は、先読みが厚くなるシンプルモードを選んでます。これが一番打ちやすいですね。打ってて特徴的なのが先読み関連の信頼度がググッとアップしてるところと、イルミですね、キャライルミあるんですけども、赤だった場合はバーサスリーチの後半以上の一気にが出たらし、それプラス大幅アップになるのと、保留変化が出た場合は必ず最後赤以上になります。これがシンプルモードの特徴になります。先読みが出ても保留が変わってなかったらちょっと危ないので、まあ、どっちかというと保留とプラス何か先読みがもう一個絡んでくれるのがベストですね。2枚目いきます。ガンガン回そう。 U タイムもついてるし、100卒だからね、投資入れるの怖くないのがでかいよ。でもインデックスで一番少ない曲デバブルなんで、早よ出てほしい、早よ震えてほしいです。だからまだシンプルボードで先読みデバブル外したことないんで、だいぶ頼りになります。おー来たー、待ってましたやっと来たぞ。まだ2番使い切ってないよ。はい、赤保留スタート。もうね、シンプルなんで保留変化入ってる時点でも赤保留なんで、できればもう1段階7点しないから、7点。はい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 、激アツ。あれ突圧かな、突圧だったら大当たりですけど、またーありがとう。よし、 U ターンも行かず当たれた。よしよしよし、最初はね、オール4ラウンドなんで当確はなしです。それでは始めましょう、リミットブレイク。ここで太いレンチャン作りたいですね。前半、30回転高速召喚になります。回転率的に満発さえ作っちゃったら U タイム受けぐらいありそうなので、永久期間が出来上がるので、ここで満発で作ったら僕の勝ちですね。おった僕はスタンダードタイプで一番これ続くんですよね、僕ね。で、神戸等も選んだ場合はデバブル1回で大当たり濃厚ではないので、2回分ないと大当たり濃厚まではなりません。これね、あっという間にね終わるんで、とりあえず私序盤に1回バトらないと。そういうこと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 、人の命を何だと思ってるんだ。もう一発バグってほしいな。アニエルでは一番弱いんで、ここでまずタイトルの変化が起こないとまずい。赤でいいよ、赤でヒントは言わないから。OKOKOK、 それで 40% です。で、ここで途中でイルミの赤だったら多分もらった。白入んないればいいけど、もう一発 OK、 多分足りてます。赤系のチャンスアップが2個入ってればおそらく大丈夫です。多分9いいんだな、復活する、これは大丈夫。いい音、復活したからだけど次が熱かった今びっくりした、外れんのあれ。でもこの右折だったら最低でも 65% だし、スロープ赤折りだったからテンパは濃厚、まあ、下から2番目 70% あります。風情落ちだったらクソ弱いですけどね、 ST 中なら熱い。
布石はねしっかり誰でも当たってくれる印象ではあるんですけどね。間違うなよ。いやマジ勘弁だわ。ちょっと待ってこれメンタルついていけないよ。これ外してたらうそー信じらんない。背景注目今してる。あっ合格また熱いよ。しかも右席でしょ。ラストチャンスだなこれ。もうフィアンマ行ってよ。リベンジお願いします。お願いしますお願いします。マジでお願いします。右席系は素直にチャンスアップなくて当たってくれるんで、あとは引いてることを願うのみ。お願いします。当たってくれ。そうだろう。いい音だって。俺無理かもしんない。 70% 台何回外すんだよ。いやーちょっと心折られた。紫、ああ右席。でも紫だったら天杯濃厚じゃないんで分かんないですけど。あ、いった。奥は熱いじゃん。信じていいんすかね、こんだけ外されてて。これリーチはクソ熱い。当たったー。ああ間に合った。もう仲間ちょっと諦めてました。うん、なった。ああ出す。ああ耐えた。めちゃめちゃ諦めてます。なんで外れたんだろうね、今までの。では、ここで太いレンジャンお願いします。ここで当たったら気持ちいいんですよね。3、2、1、ダメかさっきはね、ちょっと激アツ3連打外し食らったんで、ちょっとメンタル折れて最後のアッカー諦めてたんですけど、まあ、諦めたら試合終了だったんでね。気持ちで負けちゃダメですよね。逆回いてみるか。おお、書いてなくちゃ。あ、トーマ、落ちた。間違えないでよ。トーマ。なんで足りないって。ライト打ってるんじゃないんだからさ。こんなはずじゃなかったな。あれ連続で食らわされたらさすがにテンションは落ちるよ誰でも。まあスルーしなかっただけマスと思って打つそうかな。インデックスってスルーするだけすぐスルーするんで、踏みとどまっただけでもマシですわ。まだ投資もかさんでないんで、まあ、次で決めましょう。次も同じことされたら僕は負のオーラ満載ですけど、多分黒いオーラ取り巻いてると思う。お待って、これ先読み、あーじゃない。あ、保留園かじゃん。当たりじゃん。当たりじゃないよ、熱いよ。というわけで赤保留場、うん、でも当たりだと思いたいですけどね。ヨハネのペンにはならないか。ただちょっと演出弱めだよね。いい感じは間違いないんですけどね。お、ああ右席か。ビタ止まりとか。ああまあさすがに。あこれ上がってこないかな。上がってこい。よし熱い。科学と魔術が交差するとき物語は始まる予告です。これ入ったら結構死んだすんな。リーチを湧くともタイトル変わらない。まあでも保留赤以上になるんで、まあ、できれば金金で。誰かいるかな。金に帰ろう。まあ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 、まあ、チャンスアップ全部欲しいよ。 OK どっち赤ハイネリー。 OKOK テロップは切っちゃったか。いやーでも足りてて欲しいな。これは当たっていいやつよ。オッケー、そう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 。ああ
怖かったけどなぁ、これ蹴ったから。よっしゃ、持ち玉ギリギリ耐えました。残り250発。じゃあリベンジだ。現金投資が変わんなかったのがでかい。リミットブレーク伸ばしたいよね。リミットブレーク大事。行きましょう。ここでいい風感じたいよね。風濃い風。いや、ここで当たる台が伸びる台なんですよ。あと4回。3、2、1、ダメか。すいません、僕もトーマスからないんで。やるしかないよ、引くしかないよ。ナンパ出せますように。いや、アクセラレーターレベル一発落ちですね。戦えよ、戦ってよ。そんなインデックスド S じゃないでしょ。99分の1引けるでしょ。残り4回だぞ。いや、恐怖の数字じゃん。あー、もったいない。なんでこんなチャンス生かせないんだ。そう、さっきより悪いじゃんかよ。次3度目の正直でちょっと奥の手あるんで、ちょっと待っててください。すぐ当てるんで。出てこい出てこい。おいた、これはある。これ普通に25枚ありますからね。当たっちゃおう。今、人ボーナス欲しいです。とぼけ勝てー。これ結構ちゃんと当たってくれるって素直に。あー、悔しい。ああいうので当てないですよね。あるんだよな。ここは僕、インデックスの面白い部分だと思います。これさ、成功したら 50% なんですよね。SH の演出。止まる。先輩。ああ、惜しい。これもヒリつく演出の一個です。先読み出していくから、これも。全然先読み来ない。4枚目だ。もう勘弁して。そんな来てない。そろそろ当たると思うんだけど。お、ニュートニブラッシュ。あ、頼む。ここかな。当たってくれ。もう当てよう。4枚目で勘弁して。はい、ネクスト。おい、さあこっからですよ。絶対出てきて。あー、これ超えて。あー、このまま絶対シェリー。オッケーオッケー、まだまだマシ。先読み絡んでるから、ここチャンスアップしてちゃんと当たる。絡んでいこう。きれいきれい。あー、頑張ろう。後半に行く。後半で頑張ろう。メモリーチェンジ煽ってないか。いや、まだチャンスあるよ。白じゃダメだ。そう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 、それが金欲しい。金金きれい。あれ、いや、終盤の勝手に金でもいい。金 OKOKOK。 待って、やった、風来た。ありがとうございます。金も来たけど、もっといいの来た。555回転、ゾロ目の回転、当たりです。よかった。奥の手はこれです。一発告知モードにチェンジ。いいだけ前半で激圧外されたんで、確定させましょう。ワクレ陰謀だとか、パパだったらスフィンクス軍が来やすかったりします。僕普段一発告知選ばないですけど、普段選ばないからこそなんか起きてくれることを祈ってます。いやー、このエスティは無駄にはしない。とりあえず満発出せばプラスです。行きましょう。リミットブレイク、止まれ、数字止まれ。いやー、ここ引けないですね、下手くそだ。ルーなんか許さないからな。3度目の正直、今日一にしよう。怖がっちゃいけない、当たるから。いやー、確定をなってくれよ。あーか、ガタガタだけども。あー、でもトマだ。頼む、
だってくれ。あなた確定を幸せです。あざっす。あっぶねー。いい風来てます。くっそ気持ちいい。こんな感じであちこち鳴ってくれるんでいっぱい鳴らしていこうと思います。さあブレイクさせましょう。ここで気持ちよくなりたいんですよ。いや、なろうよ、ここで。あ、まだダメよ。120回転スルーしてます。あ、赤。おー、ちょ、銀出た。鳴ってないけど鳴らしましょうか。金で大当たり濃厚ではないんですよね。アネーゼタイトルデンジャーで、まあ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 、デフォーじゃないだけいいよ。ヒンって外しちゃいけないからね。頼むぞ。うわ、顔が怖よ。今鳴ってないからなとか思ったけど当ててくれました。え、いいよ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 。今のやばかったっすね。そろそろお願いしますよ。そろそろ気持ちよくさせてくださいよ。エアーはブラックアウトは、なんか目標、ここで当てるのも目標だわ。まあ、一発告知で今やってますけど、一発告知が出た時って10ラウンドあたり濃厚なので、出なくて当たった場合はほぼ4ラウンドだと思ってもらえればこの戻しは大丈夫ですね。あー、あー、諦めんなって。いや、諦めてないけどさ、残り10だよ。終わりたくないよ。で、一発入魂してみるか。一回転ずつやってこう。鳴るから。ラスト。待って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 。ガタガタは来た。最後の最後にテンパれます。テンパってない。しかも3テンパしてたら当たったのに。マジか。連単発3連って、結構今時間来てますけど、今5時22分前、5時半ぐらいなんですよ。でも、まあ、4時間で U タイムいけるんで、打ってもまだ届くんですよ。状態悪くないんで、次の一発もう一発狙いに行きます。そこで強一で全部回収すればいい話で、次のあたりで本気見せよう。リミットブレイクでちょっと一回当てられる気が済まないし、まあ、台の調子はいいですからね。いけてないのは僕が悪いだけですから。本当に99分の1かなって思うときはあるけど、次来た先読み一発で仕留めます。おー、びっくりした。入った。ちょい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 、ゼロだけど掘りを買ったのがオッケーでしょ。違ってもそうだと思い込もう。おい、キモリュー挑発。あ、やっとヨハネのペン出た。今日初の金保留、今日初のヨハネのペン。どうせならストーリー見たいですよね。はい、ストーリー。もう何着ても大丈夫レベルですけどね。選手との入れ身発生、まあ、ストーリーの時はこれ出てくるんで。さあ、タイトルどうだ。でもですね、十分だろう。タイレミ発生。まあ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 、何色かな。金じゃない、青か。あ、まあまあ、入るだけ。てかリーチが強いんで、何より金保留です。もう手を伸ばせば届く距離に大当たりがすぐあります。頼んだ。よっしゃ、4万で済みました。総投資39,500円。まだ満発でまくれます。今日一出たのがデフォルトよりも一発告知だったんで、一発告知できます。ラストチャンス。それよりもまずリミットブレイクさせましょう。ゴー。ここうまくやれれば伸びる、それを知っている。
今日何回目か分かんないですけど、そろそろ確率的にも当たっていい。なぜプシュンが来ない。さあなんで来ないんですか、こんなに。もうここで伸ばすしかないぞ。まあ今日は ST の直会は後ろまで連れてかれてるんで、いやそろそろでしょ、今日はそろそろ赤フラッシュが来る感じでしょう。今日この辺で何回もさせてもらってるから、一回かかったりそれを信じよう。すげえ気になるかも。トーマ力で来い、止まってくれ、頼む。だーい、くそー、下手すぎる。まあ、インデックスの旨味を出せる状態にはなってると思うので、インデックスが調子よかったら負けません、普通は。記録2連単発と3連単発です。これ悔しすぎる。すいません、 AST スルーしまして、持ち玉411個ワッキー残り500円。悔しいんでこれだけ打ちます。奇跡あるかもしれないし、パチンコはね奇跡を信じるアミューズメントなんで、パチンコはね奇跡を信じるアミューズメントなんで。ちょっとコンビニ行こう。恥ずかしながら帰ってまいりました。悔しいでしょう。リミットブレイクやりたいですって一回言わないんだよ。さすがに何もできないまま下カードはさ、それはちょっとできないから当てさせていただきます。おっしゃ、おっしゃ、メモリーチェンジ持ってるね。キーキーキー、オッケー、ドン入った。いやこれ絶対掴み取る。金飛んでくれ。あ、しかも赤夏。いいよいいよいいよ。7点当たり。掴み取った。うわー、最後の最後7点した。うわー、粘ってよかった。マジでマジでしびれた。あ、その引きでぶち壊してください。あとは2万発最高っす。これまでの処方令をぶち壊せます。あとやりたいこと全部やろう。相当値はまあ2000円なので、まあ、万発でちょっとでまくれます。あとはリミットブレイク、そしてまくる。このリミットブレイク、まずこれ立て立てましょう。頼んだ、やるしかねえ。ここ当てたら伸びるよ。お願いだから気持ちよくさせて、マクリエの助手を作ろう。ここでプッシュンはよ、気持ちよくさせて。 79% だから 80% あんだからね、決めた確率。お見せして、お見せして。おっしゃ、ヒールミン、これはビタル、さすがにビタル。オーケー。でも鳴ってないから4ですかね。上がってくれたら嬉しいけど、しゃあないしゃあないしゃあない。これが俺のイマジンブレイカーだ。大してマジで本当に受け地5人入ってんの。何回目だ今日リミットブレイク。いくぞ。嘘でしょ、そこ得意なはずなんだけど。まあ連チャンすればもう一回できる。やっと追い詰めたぜ。お姉さん遊びたい。やるしかねえよな。ドゥー、ああ、今のじゃない、一発フォーク中。入れ身だけですけど、これ出てたことは10ですね。 OK、
ダイレクト決まらなかったですけど、おい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 、アクセラレーター今日初登場。おお、このスフィンクス軍も一発即時してたので安くなります。あざっ、よし乗ってきたぞ。なんか白白赤レインボーとかじゃないです、いきなりレインボーだっす。助かります。よし、いや帰ってこれた、決めろ。ここで決めたらね、時代来るの。6、5、4、3、ギリギリでもいい。さあ来ない。まあ今日こっちで頑張ってるんで、まだ当ててチャレンジしよう。いやいや、もう一回、オーケーオーケーオーケー、一回転の赤、おー来てられたじゃん。途中でなってほしい。お世話になった、ありがとうございます。台変わったのかな。さっきまであんな苦労してたのに。なかなかアクセラレーターも全然来ないんですけどね、もう豪華。いやー、助かります。今日一、でも続くインデックスってこんな感じですよね、勢い的にね。19時34分、本日最高出玉です。恥ずかしいですけど、さあチャレンジタイムでございます。リミットブレイク、いやチャレンジすることに意味がある。風をくれ風を。当て方忘れた、ここの。なするするかな。ここまで来ると抽選してるか不思議になってきますよね。残り30、さっき見たくいきなりのレインボーフラッシュとかさ、お願いしますよ。いいよ、紫、あー遠間じゃない。一番下の図柄がね、先輩図柄になるんで、 5図柄。 OK、 もう一個、あー5個、お願い先輩で。よし、あと回るだけ、あと回ればいい。お願い、もうこれ祈り届け、頼む。そんな顔してないで、レインボー。くそ、でした。もっと出るはずでしたけど、結果から言うと輸送都市が1万500発、回収が3500発と、まあ、負けだったんで、もう2人で今月こそはと言ったんですけど、マイナスをしていましたって。残りの1日1日収録大事にして頑張っていきたいと思います。インデックス久しぶりに打って、スピード感だったり、なんかいい懐かしさだったなと思いました。100突っていう安心感もありますので、ぜひよかったら皆さんも打ってみてください。ここまで見ていただきまして本当にありがとうございました。次はいい動画を残します。皆さん、明日も良い一日を。さよなら。オレンジ色の秘密兵器、ついに解放します。ジューシーハニー3てんこ盛りラッシュでございます。ご家族で見てる方とか、お子さんがいる前とか、カップルで見てる方、今すぐ閉じてください、この動画。あいおっぱいいっぱい精いっぱい、あいおっぱいいっぱい精いっぱい、あいおっぱいいっぱい精いっぱい、しっぽっぽしっぽい。俺、今日これでいろんな性癖で目覚める気がするわ。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。片エブリー。